今横浜の献血ルーム、時刻は19時過ぎです。リーフっていうのかな、リーフ横浜献血ルーム、もう献血者は全て帰りました。はい、ちょっとここから窓から夜景を見てみましょう。こんな感じです。ビルの14階ですかね、横浜、なんていうビルかな、ちょっとど忘れしましたけど、ファーストビルか、横浜ファーストビルの14階。はい、研究者は全て帰りました。と、はい、よいしょ。と、こちらは1月ですかね、できたのは。あ、そうですね、1月の22日が、ね、ああ、そうですか。このルーム知ったのはね、何かのインターネットで献血関係のを見て、はい、あ、ここに新しいのできたんだなと思って、はい、あ、じゃあこれは紹介しないとあれだなと思ってね。おっと、これロッカーの、これはいいですね、この大きな数字はね、これはね、これはいいんじゃないですか、これ。ちょっとすぐに番号が分かるように。これはグッドアイデアだと思いますよ。これは。で、このコーヒーがね。はい、ですね、ブックカフェをイメージしてね。あ、そうですか。はい、これはリーフっていうんですか、献血ルームリーフ。そうですね。はい、ああ、そうですか。はい。献血ルームリーフで、引き立てのコーヒー、これは豆からやるんですか、自動販売。そうですね、機械の方で豆から、ね、引いて一杯ずつですね。ああ、はい、そうですか。じゃあ、カフェに来たような感じですね。はい。で、これは電源があるっていうのも、これ初めてですね。そうですね、これも皆さん今、これね、使われますので、これは初めてですね。これ献血ルームにこれ、充電も OK っていうことですね。OK ですね。はい、ご自身でちょっと、管理をしていただかないといけないんですが、そうですわね。これもグッドアイデアじゃないですか、この充電。ありがとうございます。はい、で、コーヒーはね、これはね、船橋の研究ルーム、フェイス、あそこもああいうような感じだね、豆から作る、研究ルーム、はい、フェイス、あそこも紹介してるんですけど、はい、こちらがイベントルーム。イベントルームですね。ははは。今日も、学生さんのボランティアの方、来ていただいて、ちょっとここで、ミーティングですとか、はい、そういったことを、していただいたり。あ、そうですか。で、5月からはですね、一応こちら、毎月第2の木曜日に化粧鑑定、そんなことも、行おうかなと。あ、手相ね、はい、献血者に対しての手相。そうですね、献血できた方ですね。あ、手相ね、なるほど。ご希望の方ということで。ああ、そうですか。なるほどね。こちらも結構、本がありますね。はい、漫画の本とか、いろんな雑誌類がね。はい、いろいろと説明させていただいて。いろいろとね。はい、皆さん、献血ね、お家の間ですとか、お前の後に、そうですか。つい最近、山梨の献血ルームで、グレープっていうんですが、そこで献血した時にね、漫画の本がずらーっと3000冊って言ってましたよ。すごい。だからおそらく日本一だろうっていうふうに言ってますけど、いや、確かに3000冊はすごいですね。はい、これも。で、中には漫画が全然ないっていうルームもあるしね。そうですね。ね、これはね、はい、そのルームの特色というか、ね、そうですね、はい、ね、なるほどね、はい、
こちらは結構いろんな本がありますね。はい、あの漫画だけじゃなくて、これ、はい、いろいろ進めさせていただいて。これだと時間潰せんじゃないですか。これ一冊読むと 2,3 時間ね。そうですね。これ、はい。結構皆さんね、献血終わられた後も、ねね、ゆっくりくつろいでいらっしゃる。そうですね。こちらがあの週刊誌類のね、はい、雑誌類と、はい。こちらが、マガジン。まあいろんな本がありますね。まあちょっと全部紹介はできないんですけど、いろんな本があって、ああなるほどね。でこれが評判のあれですね。あ、コーヒーマシンですね。コーヒーマシンですね、はい、カップを置いたらボタンを押してくださいと。あ、豆からやるっていうのはいいですね。豆からね、はい、皆さん喜んでいただいて、ね、本当にあのカフェに、はい、うん、なんかカフェに来たような感じですよね。はい、はい、これは最近のルームではヒットルーム。それにこれ結構広いしね。はい、あのこの皆さんね、靴だけにもスペースもありますね。そう、この広さはどうかな。うん、そうね、有楽町献血ルームよりは狭いんですけど、船橋の献血ルームフェイス待ち合いさはフェイスと同じぐらいかな。ちょっと作りが向こうはちょっと細長いんですけど、うん、あるいは川崎のルフロン、はい、ルフロンに匹敵するんじゃないかな。これルフロンの方も、うん、まあ、ちょっとなんていうんですかね、ホテルの、そう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 、そう、これはなかなか横浜の東口と西口もありますね。はい、あそこも、うん、東口もあります。西口の方も、つい先日、リニューアル、ね、あ、そうですか、しましたので、あの広くなったんですか。あとですね、すみません、ちょっと今日あの西口の方はちょっと逆にちょっと、縮小になってしまったんです。あ、そうなんですか。ベッド数もちょっと10ベッドに、はは、なってしまったんですけど。で、待合室も、まあ、変わらず、そうですね、以前の、なんていうんですか、手前のルームの方に、うん、集約というか、あ、そうですか、はい、じゃあ西口もぜひ紹介したいですね、はい、西口も一応紹介してるんですけど、ただほら献血者がいるっていうんで、はい、ちょっとあのこういうこの工場の下ばっかりの、あの撮影だったんで、こうやっても西口の方もちょっとこことは違うんですけど、あの、うん、音楽、まあ、CD が聴けたりですとか、うん、DVD が見えたりですとか、はいはいはい、そういうふうなことができるようになってます。そうですか、はい、じゃあまた西口もあれですね、皆さんが帰った後ちょっと協力で、あの撮影をお願いしようかなと思って、うん、ぜひ西口の方にも行っていただけると。そうですね、西口ね。そういった、あと水戸にも最近できたんですよね。水戸のなんかミート、前のあの水戸献血ルームがあの閉鎖して、ミートっていうなんか水戸駅の駅ビルに新しい献血ルームができたっていうんで、一応5月9日はそこを予定してるんですが、はいはい、だ、あの私ほら精神18切符が発売されると日本全国行ってるんですが、今精神18切符はもう使えないんで、春は次あの夏なんで。だから、まあ、水戸まで精神18切符はちょっともったいない感じがするんで、まあ、普通のね、普通の、運賃支払って水戸まで行こうかなとは思ってるんですけど、はい、そうですか、うん、これはなかなか素晴らしいルームですね、はい、じゃあまあこんな感じで、はい、ぐるっと待って、じゃあ止めますか、はい。